来ました来ました、ついにインバーターですよ。これ2万3000円でした。アマゾンで今見ると3万円とか4万円とかになってるんですけど、なぜかねたまたまめちゃくちゃ安い時期に買えたんですよ。よかった。でもねどでかい、めちゃめちゃでかいですよ。これ iPhone なんですけど、 iPhone が 1、2、3、4、5×2、 5に10個分めちゃめちゃでかい。いやーこれ大丈夫なのかな、車の中の設置場所をちょっと考えないと厳しいかもしれないですね。おーよしよし、さあどんだけでかいのかな。あ、中身はそんなじゃないですね。あ、いやでかい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 。あ、いやこれでかいわ、これはでかいっす。いやーちょっと困ったな。いや大きさあんまり考えてなかった。これどうします、どうします。でもこれね確かね日本製なんですよ。日本製、ちょっと待って、メイドインなんとかって書いてないのかな。いや書いてないな、あれどこにも書いてない。日本製だから買ったみたいなところあったのにな。ちょっと待ってください、見ました見ましたけど本体にはどこにもメイドインジャパンって書いてませんでした。まあいいでしょう。でこれ僕買った理由がですね、乗ってる車が日産のリーフなんですよ。 EV ね。なんで電気はもう車から取り出せば取り出したい放題なんですよ。でしかも昔ですね、1年前ぐらいかな、2年前ぐらいですかね、ゼスプ2っていう日産の紙プランがあって、通常こじきプランって言われてたりするんですけど、充電し放題なんですよ。日産ディーラー、全国道の駅、高速道路、だいたいどこで充電しても無料なんですね。でそのカード持ってますんで、どこでも充電して、で車の中でちょっと見えますか、あれここに、ここにねゲーミングのノートパソコンあるんですよ。でこれで今マイニングしてるんですね、ビットコインを。でこのビットコイン掘るのって電気代がかかるんですよ。で電気代がかかるんで家でやると、まあ収益もあるんですけどね、今のところは収益はあるんですけど、その収益にコストとして電気代かかるわけじゃないですか。なんでそのコストの電気代を EV から賄おうっていう、そういう作戦なんですよ。でですよ、あの個人情報映ってたらこっそり教えてください。でそのためにはこのインバーターというものを使って、リーフの補給バッテリー、メインのバッテリーじゃないですよ、駆動用のバッテリーではなくて補給バッテリー、一般のガソリン車にも乗ってる補給バッテリーにこのケーブルをつないで、補給バッテリーから直接このコンバーターをかまして、コンバーターじゃない、インバーターですね、インバーターをかまして1200ワットまで出力取り出そうっていう話なんです。一般的に車ってシガーソケットついてるじゃないですか、あのシガーソケットから取り出せるのっていいとこ100ワットまでなんですよ。で100ワットで何ができるかっていうと、このゲーミングノート PC ダメなんですよ。繋いだ瞬間、おそらく繋いだ瞬間かどうかな、負荷かかってるんで何とも言えないんですけど、多分ねシガーソケットのヒューズが切れちゃうんですよ。これ200ワット使うんです、このゲーミングノート PC が200ワットですが、例えばねこのシリコンマック、シリコンマックじゃない、 M1 アップルシリコンの MacBook Pro を充電する分には全然大丈夫です。これがですね、消費電力が30ワットです。30ワット。これ、すごいんですよ。M1Mac ってすごくて、一般的に CPU って消費電力、電気をガンガンに使って CPU をガンガンに回して、で、パワーを得るみたいな考え方だったんですね。今まではね。パソコンはですよ。でも、これ、例えば iPhone。他にもスマホ。ありますよね。これ Android なんですけど、ここら辺は消費電力を抑えようみたいな感じでやってきたんですよ。特に iPhone なんかはね。でですよ。でその流れを Mac の方に持ち込んだっていう点もあるんですよ。なんで消費電力を抑えて、それでもパフォーマンス、なおパフォーマンスを発揮しようっていう、めちゃくちゃ成功してる。この M1Mac 使ってますけど、本当にね一日中バッテリーが持つんですよ。どれぐらい持つかって、まあ一日中ですよ。余裕です、本当に余裕です。でこの僕ノートブックが好きで、もう PC デスクトップはほとんど買わないんですけど、
まあね、それはなぜかというと移動ができるんですよね。持ち運んでホテルで仕事もできるし、客先でも仕事ができるしみたいな。また話が全然他のところ行ってますけど、で M1 チップのいいところは何かっていうと、1日もうフルでガチンコバッテリーが持つんで、ケーブルがいらないんですよ。例えばこれ今ここだいたいここにつけ、 Mac をこういうふうに置いてここで仕事するんですけど、ここからケーブル仕事するときは挿してません。で家なんだから挿せばいいじゃんと思うかもしれないですけど、ここにケーブル挿しちゃうと、ここら辺見てください、ここら辺いろいろありますよね、いろいろ、すいませんね、ごちゃごちゃしてて、でごちゃごちゃしてるところにケーブルが張ってるのって嫌なんですよ。落とすんですよ、ここら辺のものが落とすんですよ。じゃあなんかもうちょっとうまくやればいいんじゃないのと思うんですけど、まあそれはね、もう僕の仕事の仕方なんで、もうとやかく言われたくない、いいんです。でこれですよ、M1 はもうケーブルつながなくてもずっと一日中仕事できます。どんなに重い作業やってもまず10時間は持ちますね。すいません、1日10時間も仕事しないかな、まあ8時間ぐらいかな。で8時間仕事して、あもう今日終わったなと思ったら、終わったなと思ったらもうここら辺ので、終わったなと思ったらここら辺にこうやって置いておくんですよ。こうやって、あぶねあぶね、こうやって、あーこうやって立てて充電しながら置いておくんです。でこれがね、利便性がめちゃくちゃいい。すいませんね、インバンターの話なのに全然めんどくさいじゃない、全然関係ない話で、あこれはもっと関係ないわ、これは僕が旅に行こうという時にいろいろ考えてる図です。これ NG って書いてあるの分かります？北海道 NG でしょ、で岩手 NG、千葉、神奈川、静岡、和歌山、兵庫、NG なんです。これ NG っていうのは何かというと、素潜りで魚を取っちゃいけない、条例で禁止されてる、あ、条例って言っていいのかな？漁業調整規則って言うんですけど、まあ規則も条例でしょうね。都道府県単位ですからね。で、ここ東京出発して、海沿いにこう、いい素潜りポイントを見つけながら、こう、ぐるっと回ろうかなって思ってるんです。まあ、九州とか四国まで行くかどうかは分からないですけど、休みが何日ぐらい取れるかっていうところ、おすいません、なんですけど、まあいいや関係ない、よし。でこのインバータ買った理由は分かりましたよね。 EV 持ってて、でその EV の電気代、充電代がもう全然タダになる、あと3年タダになるんですよ。なんでビットコインでマイニングする時のコストですね、ビットコインの利益がこれぐらいで、でどうしてもコストがかかるじゃないですか、電気代っていうコストがかかるんで、そのコストを削減できるのが今僕の状態なんですよ。でそのためにはこれを取り出さなきゃいけない、これで EV から電気を取り出さなきゃいけないよと。でそのために買ったわけです。でもね、ただね、皆さん大変残念なお知らせがございます。僕のリーフ62キロワット E プラスってやつでめちゃめちゃ取れるんですよ。62キロワット、これ一般のご家庭で充電しようとすると1キロワットあたりだいたい25円ぐらいなんですね。なんで東京都庁で超高速充電器があって、もう本当にめっちゃ近いんですよ、僕ん家から。なんでやろうと思えばいくらでも充電できるんですよ。これを買えばもう全然いけるだろうって思ってたんですが、これね、買った後に気づきました。リーフのバッテリーは 62kW あるんですけど、 1200W を連続的に取り出すことはできないんですよ。ダメなんですよ。で要はですね、車ありますよね、なんか分かりやすいのあるかな、ないな。車があって、でバッテリーがあるじゃないですか、バッテリーがあって、でそこから補給バッテリーに向かって、まあ、補給バッテリーも充電しないとね、使っていくとなくなるんで、車から補給バッテリーに向かって充電していくじゃないですか。で補給バッテリーからこっちにこう入るでしょ、ここにね。でこっから例えばこの PC に充電するんですけど、車から補給バッテリーですねに対して充電していくスピードっていうのがいいとこ300ワットなんですよ。いいとこ300ワット、はあ、ってことは1200ワット取れるのは補給バッテリー、車のバッテリーがあって、メインバッテリーがあって、補給バッテリーがあって、で補給バッテリーが満充電の時にはこっからここに1200ワット供給できるから、まあ言ってみればこっからこっちに1200ワット供給できてフルで使えるよって話なんですよ。でもこの補給バッテリーって容量そんなにないですから、で特にリーフなんて
あんまりホキバッテリーの容量でっかいの積んでないんですよ。だからもう多分ね、一瞬でなくなる。5分10分ぐらいで多分なくなるんじゃないですかね。計算してないんで分かんないんですけど、計算すれば分かります。ホキバッテリーの容量でどれぐらいあるかっていうのを調べれば、それ1200割ればいいだけの話ですからね。いやーこれね、うん、調べておけばよかった。なんでこれね、実践投入することもなく EV でリーフでね、1200ワットを連続で取り出して永遠このこれこのゲーミングノートパソコンをマイニングで酷使しまくってお金を儲けるっていうのがね、できない。できねえ。困った。じゃあどうします？どうしますかこれ。でもせっかくこれ安く手に入ったんで、Amazon プライスチェッカーっていうものを使ってる人いたらちょっと見てもらいたいんですけど、 Amazon プライスチェッカーって何かっていうと、 Amazon のその商品、例えばこの商品が過去今までいくらぐらいで取引されてたのかっていうのが分かるエクステンションって言われてるやつなんですよ。興味ある方は調べてみてください。 Amazon プライスチェッカー、それ見るとですね、もう最安値で買ってるんですよ。もうここ数年で最安です。2万3000円ですよ。2万3000円、やばくないですか。でですよ、これリーフでマイニング永遠にやるためには多分使えないんですよ。なんでこれ車で乗せたいなと思って喜びさんで買ったんですけど、家の中でやるしかないのかな今のところは。一つ、もう一つ方法があるとすれば、ポータブルバッテリー1000ワット、まあ1000ワットじゃなくてもいいですね。200ワットぐらい、あれちょっと待って、待て、今僕車のメインバッテリーからホキバッテリーに充電していくスピードというか容量というか電圧というか電力というか、300ワットって言いましたよね。300ワットならいいじゃん、これ動くじゃん。あ、動くのか。1台分は大丈夫ですね。1台分は。でもマイニングって2台3台やったりしますからね。まあ2台3台は無理なのか。じゃあこれ1台だけやるかって言ったら、これ1台で1日に稼げる金額って500円とか600円なんですよ。ビットコインの値段にもよりますし、全世界でこのPC を使ってマイニングしている人の総ハッシュレートにもよりますしね。なんとも言えないですけど、今のところはだいたい1日500円ぐらいです。じゃあ1日500円のためにこれやります。まあそこももうちょっと1台だけだとな。このゲーミングノートパソコンを10台ぐらい買って1日5000円って言うんだったら、まあ話はまた違いますけどね。でもただ10台は車置くところないだろうな、リーフ。あんまり大きくないですからね。まあいいや、とりあえずこれ届きましたのでその報告です。念のため買おうと思われている方のために、ここが1200ワットっていうのは分かりますよね。ん？総量で1200ワット取れるっていうのは大丈夫だと思います。でこれ2口ですね。で1個で1200ワットいけるのかっていうと、多分ね1ここでいけるんじゃないですか。いけますよね。1個でいけるでしょ。大丈夫でしょ。でここですよ、この USB の口ですよ。多分ねこの USB の口は使わないと思いますけど、ここがねどれぐらいだ、出力が、ありました、 2.1 アンペアですね。 iPadぐらいならまあ充電できるんじゃないですか。 2.1 アンペアか。今ですね、もうシガーソケットでも3アンペアぐらい取れるシガーソケットありますから、ここの USB は多分使わないでしょうね。じゃあこれをね、リーフ新型、今現行のリーフ E プラスにどうやって設置するかなんですよね。次回はそこら辺をお伝えしようと思います。今までこれ結構シリーズでやってますんで、見てくださってる方がいろいろアドバイスくれてるんですよ。なんでやろうと思ってることを今考えると、これねどうしましょうかね。一番いいのは車のあのモータールームの中に置きたいんですよ。そうすると室内のスペース無駄にしませんからね。これねさすがにね、いやでかいよ、でかいっすよこれ。これな、割とでかいからできれば室内には置きたくないんですよ。モータールームに置きたい。ただモータールームに置くと
ね、衝撃があるんでうまいこと固定できるのかどうなのか。でモータールームに置いた後に室内にこの線を、あ違う違う違う、この線をじゃない、これはモータールームで完結しますよね。でこのスイッチですよ、このスイッチ、これなぜかというと、これバッテリーに直付けしますよね。そうすると消費電力、大気の消費電力かかるんですよ。だ要は車に乗ってない時でも普通にこれつなげちゃうと、ちょっとずつちょっとずつ補給バッテリーを使ってっちゃうんですよね。でいやリーフなんてメインバッテリーがめちゃめちゃでかいんだから補給バッテリーちょっとぐらい使われてもいいじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、それがねもうこれ大変なんですけど、なぜかリーフってエンジンをオン、まあエンジンないんですけどシステムをオンにするときに補給バッテリーの電力を使うんですよ。なんでそんなことしたのかわかんないですけど、多分なんかあの容量というかパワーの問題なんじゃないかな。メインバッテリーを始動するときに補給バッテリーが充電されてないとこれダメなんですよ。だからこのスイッチ、これかこれか、このスイッチつけるのは絶対なんです。なんでこれをモータールームに置いといて、車のモータールームに置いといたとして、でこれをね車内に引き込まなきゃいけない。でその引き込みの方法も教えてもらってます。隊員 NNN さんがいつもありがたく教えてくださっております、本当に。あと秀樹さんもね、めっちゃありがたいですね。でそんな感じです。モータールームに置きたいなとは思ってます。でモータールームに置いてこれを引き込んで、でここにコンセントを挿して、そのコンセントのタコ足になってるやつ、ハブを車内に引き込みたいんですけど、でもなあ、それもなあ、それを引き込むとなると、あのコンセントのでっかい足を、でっかい足をモータールームと車の、まあ、助手席の下になんか穴があるっていうんで、そこを通すんですけど、通すのかな、でっかい穴を開けなきゃいけないのかな。そしたらこれをグローブボックスの中入れます。いや入んないでしょ、いや多分入んないんじゃないですか。だってそれにここファンがありますからね、多分こっから吸ってこっから出してんじゃないですか。これファンがあるんで、グローブボックスみたいな密閉してるところだと熱やばいんじゃないかな。いや思ったよりでかいな。あこれ見ときます。すごいね、質感はめっちゃいいっすよ、さすがだなって感じで。ここに周波数の切り替えスイッチがついてるみたいです。50か60かヘルツを変えられると。しっかりしてますね、ここら辺をきっちり。まあそんな感じです。なんで一応次はリーフの設置場所どうするかっていうところです。あのご意見ご感想、あとご指摘等々ございましたら、ぜひぜひコメント欄でお待ちしてますので。というわけで楽しくなってきた、楽しくなってきたな。これマイニングできなかったとしても、まあ仮にね連続でやろうとしたら300ワットしかダメだよってなったとしても、300ワット連続でリーフのバッテリーから取り出し続けられるっていうんだったら、多分ね夢は相当に広がると思ってるんですよ、僕はね。まあそんな感じです。では失礼いたします。